こんにちは。大木町議員の馬場隆です。今日はフィリピンでですねこれから成功するんではないかという。 うー商売の業種を5つほどを挙げてみたいと思います。まあ、自己紹介は、えー、下のですね概談を見ていただければと思います。まあ、最近、えー、フィリピンのネタを投稿していることが多いですけども、まあ、もちろん議員としてのですね、えー、話も挙げていこうと思います。ちなみにまあ今までですねいろんなあ町民の方からですね要望なりご意見なり、えー、質問なんか受けたんですけど、まあそういったものも紹介。 しててみようかなと思ってます、まあ、それ、ニーズがあればなんですけど、一回上げてみて、それとはどれだけ反応があるかによると思うんですけど、まあ、もちろん、その質問された方の名前とかですね、えー、映像等は出しませんし、えー、まあ、こういった意見があるんだよというのを広く知ってもらうためにですね、そういったのも今後上げていこうかなというふうに、個人的には思っているところです。はい、それでは、えっ、ー、とですね、5つの業種、 まあ思いついた順から1番から5番まで上げていこうと思います。まず1番目、えー、そうですね。一番これからチャンスがあるかなと思うのはやっぱり不動産ですかね。えーまあ、あの今ですね、現状の今までのざっとした流れを言いますと、まあ、えー、私がマンションを買ってた時期ですね、2000、 10年前、2007 2010 17年、あ、違う違う、2007年とか8年とかですね、その頃ってすごくマニラでマンションがボン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 建,て建ってたんですね、新しいのが。まあ、それだけニーズがあって、えー、売れてたので、それだけ、えー、販売数を販売してたと思うんですけど、えー、その最初の頃は、えー、いわゆる、なんですかね、 マンションを建てる前にはいろいろその計画段階でもうその部屋を売ってしまってですね、で、建った時に売却をすれば2倍ぐらい利益が上がってた時期もあったようです。 ただ、まあ,あの私が買い始めた2017年、18年頃はですね、もうそういったのももうなくて落ち着いている状況でして、えーまあ、買ってもですね、えー、あのいわゆるたあの計画段階で買った建物を、マンション買っても、おまあ、実際にですね、できた頃にはですね、えー、まだそ,それそれ、それ相応の買った時ぐらいのお値段にしかならない。 っていう状況でしたまあ、それだけ供給量が増えたんでですねということですでその後もですねまあ、もちろんマニラの人口はずっと増えてるんですけどもおまあ供給量もマンションに特にあの一番多いのはあの マニラ米の方ですね。あの、モロベシアのあるあたりの埋め立て地に、えー、すごくもうマンションがもうドカ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 、今、大型のやつがですね、大型のデベロッパーが、まあ SM とかロビンソンとかですね、ああいう大きいところ、大手がですね、マンションを建てた、えー、のができてますので、供給が圧倒的に多くて、逆に相場がですね、この、 1910年以降ですね逆、逆に相場が下がってきてた感が上がるんですよね、段がですね。で なので、買った値段で売ろうとしてもですね、えー、逆に売る値段の方が安くなっちゃうので、だいたい皆さん、あのー、まあ、休業要する人以外はですね、だいたい賃貸でマンションやら家を貸してたケースが多いと思うんですよね。今、家賃収入、まあ、利は、利回りでですね、えー、不動産経営をしてた人が多いかと思います。ただ、あー、ここ数年ですね、 えー、中国と、まああの、ドゥトーテさんが結構仲良く、仲良いっていうか、ま、いろいろ、お直接会ったりとかしてですね、中国から融資を受けたりとかする中で、中国とちょっと関係が深くなっお金、資金的にもですね、えー、仲良くなっていた経緯があります。で、そこで、えー、ドゥトーテさんの、まああ、容認のもとですね、大きい中国の民間の、 まあ、カジノ会社がですね、うん、基本的にみんなオンラインなんですけど、オンラインのカジノ会社が、まあ、大小を含め、えー、たくさんですね、マニラに進出をすることになりました。で、えー、まあ、あのー、まあ、大体マニラ米あたりのですね、えー、ビルの借り、ビールを借りて、えー、その辺で、えー、実際にオンラインで、いわゆるカジノを、えー、まあ、ディーラーさん、 が、こう、まあ、ただカードだったらですね、カードをテーブルにこう配るじゃないですか。で、まあ、こういう感じで録画を、録画ってか、ライブをし、ライブしてて、で、そこにお客さんはオンラインで参加できてですね、え実際に、えー、ライブでカードを配って、えー、それにもっとビットするとか、まあ、あの、かけるとかですね、これはもう、あの、引くとか、いわゆるライブでやってたんですよね。 ねえ、その従業員、働いている人、まあ基本的には若い中国の、まあ、学生上がりのみたいな若い人たちがたくさんマニラに移住してきてですね、のマンションに住むことになったので、 それこそマンションの値段がですねマニラ月だいまあ,あ現地の人向けだと、まあえー、4万とか、まあ、いいところで5万とかぐらいのマンションの賃貸の金額だったんですけどもそれが急,急,急激に、えー、需要の方が伸びたので、えー、それが10万とか15万っていうふうに2倍3倍に家賃が 上がっていきましたので、一部の方はですね、不動産投資してた人たちはだいぶそれで儲かったはずです。で、えー、その後、その後ですね、えーまあ、中国の人たちも気づいたのか、そのマンションの値段があまりにも高くなってきたので、えー、土地を買ってですね、えー、土地を買って、まあ、いわゆる家とか建ってた土地の を買ってですね、えー、そこの家をぶっ壊してでそこにマンションを建てて、えー、自分の会社の社員とかを住まわせるような動きになってきてですね まあそれでうちの嫁さんの持ってる土地なんかもそれで売れてですね、そこに今まああのアパートを建てているまあ状況なんですけども、このコロナが起こったことによってですね、中国はまあオンラインビジネスに関しては、あの多少中国もですね、引き続きニーズはあるみたいなんですけども、そのまあマニラがずっとロックダウンをしてたので、いわゆる人がまあ,まあ動け、外に出れなかったわけです。なので、 マンションに住んでても、その仕事場に行けない、えー、どうしても仕事場で、えー、ライブ撮影をする、ネット上のライブ撮影をする必要があるので、えー、仕事に行けないということで、えー、もう中国の人たちもですね、シュあのオンラインのカジノの ビジネスのかなり縮小してしまってですね。一時期はカビテの方の土地もすごく買いあさってたりとかしてたんですけども、おかなり撤退をしてしまってですね、えー、もうこのコロナ禍で縮小をしてしまっています。ただまあ、あのー、またですね、 コロナまあ一応、ロックダウンもフィリピン終わりましたし、人が動くようになってですね、ただまあいろんな制限があるので、えー、場所を動かしてですね、今はあのどっちかというとスービックの方なんかに、えー、そのオンラインカジノの場所を移して、規制が厳しくないところにですね、そっちの方に注力をしていると思いますので、今後それ、そコロナ次第だと思うんですけども、おそういったのが落ち着いてくればですね、またマニナのお、 マニラ米のマあのモロベーシアがあるあたりにですね、大きい事業者が戻ってくると思います。まあそういったのを含めてですね、えー、まあいわゆる不動産、土地がですね、えー、土地、マンションがすごく今後ですね、えー、もう伸びるんじゃないかなと思います。はい。で、2つ目なんですけど、観光業。フィリピンの 産業のうちの大きな部分を占めている観光業なんですけども、まあ、もちろんあの基本的にはあのーまあ、一番人気があるのはやっぱり、えー、ボラ会とかセブン島辺りのですねビーチリゾートが人気なわけなんですけどもお、まあ、私もボラ会はボラ会もセブンにも住んでましたけどそれこそボラ会のビーチとビーチの前の土地の値段もしくはあの おお、賃貸の値段っていうのはもう本当この十二十年ぐらいはもう爆買 爆上がりしててですね、もう本当私みたいな一般の個人投資家ではちょっとまあ買えない、もしくはあの賃貸もできないような本当状況だったんですけども、まあ、あの、ボラ買い自体ですね、この1年ぐらい占めてましたし、このコロナによってほぼもう観光客もゼロに近いような状況になってしまってますので、かなりあの事業者もですね、撤退をしている感じです。まあ ボラ買いが今後伸びるのかどうかちょっとわからないですけども、まあそういったですね、えー、まあ撤退をしていったあ、撤退を今後していくのを見すのをですね、えー、まあ今までの相場に配られると、何分かの一かでですね、えー、賃貸なり買うことができるようなチャンスが今来てるんじゃないかなというふうに思います。まあ私はそこまでボラ買いにはあの、賃貸をしていただけですけども、例えばまあ、 あのー、スービックよりもちょっと上の方のザンバレスっていうところがあるんですけど、まあ、そこに、まあ黒いここ、そこは黒い砂のビーチ。まあ見かけはそのボラ海ほどですね、シノスじゃないので、写真映えはそんなに良くないんですけども、 まあマニラからですね、まあ、高速で、えー、移動して、だいたいまあ2時間ぐらいで行けるのかな。1時間半とか2時間ぐらいで行ける時間距離なので、えー、まあ気軽に日帰りとか、あまあ1泊ぐらいで行けるようなところなんですよね。でそこのビーチはもともとまあローカルの人がいっぱい遊んでる夏場ですね。えー、夏場というか、まあ、えー、特に暑くなる。 時に秘書秘書地としてですね使われてたんですけどまあ全然開発されてないところもまだまだあのそのそビーチ沿いすごい長いので、えー、あるんですよねそういったところに私なんかあのまあたまに息抜、えー、き,きに遊びに行ってたんですけど本当もう電気もないようなところなので周りは田園地帯でその前に、えー、クロスランドビーチの 広広大に広がって,るっていいるとうころでですねでそこの土地もですね、えー、それまではあど誰が所有者かちょっとかよくわかんないような状況だったんですけどそうですね10年ぐらい前ですかねあのー、あ10年もいかない5年ぐらいで前ですかねあの結構あの土地の価格をですねきちんと整理をされたので、まあ、個人が所有する土地になっ きちんとおはっきり区画線が引か,引かれました。なので、そういう土地を買わないかという話をよくもらってたので、まああのー 視察も兼ねてですね、えー、そこに行ってたんですけども、本当もう、まあ、何百万円で安い金額で買えるような、うん、ビーチ沿いの土地がたくさんあったわけです。まあ、その後ですね、私はまあ、うん、電気も来てなかったし、その黒い砂のビーチにそれだけ人が来るのか、ちょっと疑問だったので、えー、会話しなかったですけども、まあ、あのー、今ではですね、すでにもうリゾートもいくつかできてます。多分日本の、お日本人の 投資家の人もですね、えー、いるみたいですねちょっと話したところによるとですね でまあ、あの、そこそこですね、人も集まってたようです。ただ、まあ、このコロナ禍なので、えー、全く、今はですね、事業は、あまあ、休止状態っていう感じだと思うんですけども、まあ、こういった時にですね、もう今は電気もその辺来てますので、えー、そういったところをですね、また、値段、今、すごく下がってる、土地の所有者の人たちは、だいたいその辺の周辺の農家なんかやってる人たちなので、あんまりお金の、そうですね、えー、 まあ今すごくお金に困ってると思いますので、そういったですね、安く買えるチャンスじゃないかなと。私も個人的に今見ている。ただまあちょっとフィリピンに今行けるような状態でじゃないので、えー、ちょっとまだ保留はしてますけど、まあそういうところもチャンスあるんじゃないかなというふうに思ってます。はい。それでは3つ目ですね。 えー、時間差投資、これも私もずっと昔からよくやっていることなんですけどもお、まああのー、こっちで流行っていることと、まあ、大体あのフィリピンと日本の感覚でいうと大体、あのー、人の頭の中の考え方とか、まあ、お金の流れであったりとか流行とかが、まあ、のオンライン上のことに関してはですねもう本当世界中とかもあんま時間差なしに動いていると思うんですけども普通のオンラインじゃない世界でいうと大体時間差があるんですよね。えー 例えば、アメリカで流行ったものが大体半年後に日本で流行ったりとか、あまあ、日本で流行ったものがですね、えー、大体まあ2年後とか3年後にフィリピンとか、あ,あたりで流行ってくるとかですね、こっちで廃れたものがこっちの方で、えー、あ時間遅れで流行ってくるということがよ、往々にしてよくありますので、まあ、私なんかそれを使ってですね、小売りのお店をですね、TRS セレクトショップなんかはあ、それをいつも気にしてやってました。例えば、えー、成功したのが2015年 から2018年ぐらいにかけてはあのフィリあの日本での質屋さんとかであのブランド物のバッグとか時計とかがまあ大体まあそう新品だとですね大体、えー、50万とか必要なブランド物のバッグとかがあまあ中古屋さんでも。 まあ状態もいい状態でベタベタしない状況で剥がれてない状況だと、まあ10万円とかで売ってたりするんですよね。でその10万円のやつを私はいっぱい、えー、まあ横浜からあ九州の質屋さん全国回ってですね、えー、買ってフィリピンに送って、まあ大体、 まあ1.5倍とかの値段、2倍とかの値段で売ってたりした時期、まあそこをその時はすごく忙しかったです。まあその時期にですね、結構店舗数も11店舗ぐらいまで増やしてたりしてたんですけど、まああのやってるうちに、2、3年やってるうちに、まあ同じような形でやる人も増えてきたんで、まあもしくはもうフィリピンに、フィリピンからまあ日本に出稼ぎに来てる人たちがですね、そのまあ副収入として、え、同じように、え、ー 15円さんで買ってですね、フィリピンに送って、まあ、そういう人たちは店舗を持たないですから、あのまあ、それこそ Facebook とかのオンラインライブ、オークションみたいな感じで、このバッグいくらです、いくらから始めますって言って、えー、いろんな人がそのライブを、まあ、その人をライブに集めるのが大変なんですけどね、まあ、その集めてきくれた人は、 いくらですいくらですで、まあ値段が一番高い人が購入ということで、えー、フィリピンから日本に送って、まあ、に日本からフィリピン送って、えー、それをまあ、郵送でですね、お金を受け取ったら、あ送るという感じで、えー、そういう商売。 いっぱい増えたので、まあ、競争も増えたということは、まあ、利益もどんどん、あの、出たくなったので。今はほぼ、それもやってません。まあ、もうお、お店ももう、うちも閉めましたからね。えっ、という、そういうのが、まあ、あの、いくつもあると思います。まあ、コロナ禍はコロナ禍でですね。逆に、今、あの、人気が出てるような、あー、食べ物のデリバリーであったりとか。あまあ、あ、香水、今、いわゆる、部屋の中の、アロマであったりとかですね。えー、観葉植物であったりとか、そういったものが逆にね、すごく人気。 気が出てですねそういったものに今シフトをしているところなんですけどもまああのなくなりましたがそういう時間差もでかつそのにローカルに合わせたものはああいいんじゃないかなというふうに思いますまあそれはまあレストランとかですね食べ物屋さんにしてもそうですし、まあ、カラオケボックスであったりとかですねゲームセンターなんかも大体まあ日本で流行ったものがまあちょっと時期を下ろす 時期をずらしてフィリピンで流行ったものになるかと思います。 ははいそれでは 4, つ4つ目、いいきたとますつ目農業ですね。えー、これ、結構割と私もずっと農業フィリピンでやれるんじゃないかなと思ってたんですけども。まあ、というのもですね、フィリピンに住んでみたらわかると思うんですけど、あの、まあのま大根もすごく小さいですし、まあ、もちろん日本ももともとはそうだったと思うんですけど、大体,、まあ、大体日本フィリピンで売ってる大根ってこのぐらいの大きさなんですよ。日本だとこう長くてこう大きいじゃないですか。まあ、味も大して変わらなくて、まあ、だったら大きい方が絶対あの 売的にはいいと思うんですよね。トマトにしても日本だと甘くて、えー、大きいトマトがあったりとかいちごでもですね私の地元はいちごの生産「甘まお」っていうのがすごくにあのたいあの大きくですねさいろんなあ、えー、生産量が多いとこなんですけども。 えー、甘くて大きいじゃないですかでフィリピンとかだと馬業とかで生産してるんですけどもちっちゃくて全然甘くないっていうまあほんなんかこう色が赤いからあのフルーツのミックスに使うみたいなそんなレベルなんですよねなんでそういうそのあフィリピンのお食べ物に関するビジネスはすごく伸びてます飲食業に関してはですね なので、えー、やっぱり野菜とかあ、そういったのを、品種改良したものがですね、受け入れ、えー、られると、絶対それは確信はしてますし、えーえー、チャンスはすごく大きいと思います。ただ、私も実際やってみようと思ったんですけれども、やれなかった原因の一つとしては、あの、まあ、まあ、これは日本というか、 まあ世界的なあの法律があってですね、えー、種苗法というのがあります。これは、あのー、まあ、まあいろいろ品種改良をしてですね、えー、まあそのまあ、種その、生産物っていうのは、まああのー 知的所有権として考えられてるわけです。それを、だから、種とかをですね、自由にその生産者の、その種を作り出した。 研究して、えーつくまあ、日本だと大体、とか農協、の試験場だったりするんですけど、そういうところの許可なしにですね、海外に持っていって精査されると、それは知的所有権の侵害ということで、えー、自由に、えー、そういうのを運べなくなってます、法律上ですね。あの、実際まあ、韓国とかでですね、日本のそのご 日本の苺栽培されてたりとかしてですね、すごくあの問題になってますけども、まあ、現状ですね、えーえー、韓国にですね、そのことをまあ強制する力もないので、えー、あやむやになってしまってるんですけども、まあ、そういう前例もあ,るあったりしてですね、えー、海外にそういったあ、まあ、苗であったりとか、種を持っていくっていうのはすごく厳しく禁止をされてます。なので、えー えだから、持ち運びがまあ禁止されているので、ちょっと時間とお金はかかるかもしれないですけども、現地で、フィリピンだったらフィリピンで品種改良をしてですねま、あまあもっと美味しく、大きくなるような品種を開発して、それを栽培してえ販売するというのであれば、あ、のー 可能でですかからあーそれが、まあ、できないかないと私はそういうその科学系のことはちょっと苦手なので分からないのでその辺はちょっとで,できなくてまあ諦めたんですけどもその辺ができる人であればチャレンジしてみていい業界じゃないかなというふうに思います。はいそれでは5つ目。 えー、あとはもう健康ですね。フィリピンの人、食事は結構割りたい、濃い、濃くて、食料、食、食べる量も多かったりしますので、やっぱり肥満の人が最近多いというのがすごく問題になっています。もちろん、いろんなですね、ジム,なジムもですね、えー、回避制でいろんなところにできています。ただ まだあのまあ一般的なですね、普通にあるジムしかなくて、ちょっとしたですね、ちょっとしたそのまああのインストラクターさんがですねえ音楽に合わせながら踊りながらみたいな、そういうのはあんまり普及してませんしま,あまたまた地方の方ではまだほとんど見かけない、本当マニラとかセブの本当に人口が多い、えー いわゆる所得水準がひ大きい人たちが住んでいるところにはありますけどもそれ以外には全くない状況なので、えー、そういったものであったりとか、まあ、今後も今もいっぱいですねいろんな健康食品、まあ、あのタブレット なんかもありますけども、そういったのがどんどんですね、今後も普及していくんじゃないかなというふうに思っています。で、まあチャンスとしてはですね、結構日本のものに関してはあ、そういったものがですね、かなり信頼をされてます。えー、まあもちろん、 あの、べらブランドにもよります。例えば、あの、フィリピンでよく知られているブランドであれば、かなり受け入れが安いですけども、やっぱり無名な、日本でも有名じゃないものに関しては、かなり厳しいのは厳しいかなというふうには思いますが、あの、チャンスはすごくあると思います。まあ、そういうのを一部,一部ですね、私もフィリピンで売ってたことがありますし、反応はすごくいいかと思います。 はい、以上になります。参考になった方、ぜひですね、えー、高評価とですね、コメントなんかいただければと思います。それでは、あ今日はあこのぐらいにしておきます。ありがとうございました。またよろしくお願いします。